これ「通うより寄せ集めし絆」これいきましょうか。2日後の8時から10時、ちょっと待って、樹脂大丈夫かな、これ。大丈夫か。2日後の8時から10時。あれ？ 2 日後よね。翌日の。翌々日、え？翌日じゃないもんね。翌々、8時までいかんじゃん。翌々日よな。この8時、ここの8時から10時でいいかな。花と咲く。この8時。これでいいかな。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。そろそろ時間だな。レザーと合流しようぜ。レザーとどういう話だったっけ。普通に忘れた。あ、レザーの過去のあれか、あのやつか。でクレイに会った。もうすぐブリュー祭だからクレイお出かけの許可をもらえたんだ。アルベドお兄ちゃんはティマヨソお兄ちゃんの特製酔い覚ましポーションのレシピ調整を手伝ってるから、クレイと遊ぶ暇がなくって。
だから一人で遊んでたの。街に出るとモンド城の大人たちはみんなお祭りを祝ってて賑やかで楽しそうだったよ。だからクレイもいろいろ準備したんだ。自分の得意な方法でお祝いのお手伝いをしようと思って。得意な方法ってやばいぞ、嫌な予感がする。そしたらね、レザーがあったな。いつもと違ってレザーが考え事してたから、何があったのって聞いてみたらね、そしたらレザーはママを探してるんだって。そうじゃない。大丈夫、ママは大切な人だもん。探すのはとっても大事なことだよ。クレイも手伝うから。ああ。レザー、レザー、やっと見つけた。ベネットみんなもここにいたんだな。ほら、これやるよ。これってイグサだよな。ああ、その通り。今朝これに足を取られて転んじまってな。顔を地べたにぶつけて泥まで食べる羽目になったんだが、こいつは無傷で、ね、きっとこれがお前の必要としてる醸造材料だと思ったんだ。ベネットお兄ちゃん、どうやったらイグサで転ぶの？そうだぞ、イグサって光ってるだろ。光るか光らないかじゃなくて、イグサは大きくて目立つから絶対に目に入ると思うんだけど多分慌てて走ってたから俺の不注意のせいだな。その後同じように何度も転んだけど、話すのはやめとこ。俺レザーがどこに行ったのかあちこち聞いて回ってたんだ。今朝だけでもう何度すれ違ったことか。会えてよかったよ、ようやく一息つける。ああ、ありがとう。材料を探してることどうして知ってる？ああ、それなら図書館司書を名乗るお姉さんがサイリス会長のところに来て、冒険者協会の人もブリュー祭に参加してほしいって言ったんだ。ついでにお前のことを手伝ってほしいとな。リサさん、まさかちゃんと仕事してる？ああ、あの人がリサさんなのか。すごく頭のいい人だって聞いたけど、あまり外に出ないみたいだから今回初めて会ったよ。材料について俺もずっと考えてて、候補もいろいろあったんだ。本来はお前に直接相談しようと思ってたんだが、結局はイグサがベストだって気づいてな。だって光を放ち冒険者の道しるべになるなんて素晴らしいだろ。ごめん、迷惑かけた。はい、そんな堅苦しいこと言うなよ。お前の気持ちはわかるし、友達を助けるのは当たり前だろ。もし俺の家族親父たちが何か必要になった時、お前もきっと助けてくれるだろ。ああ、クレイにできることはない？クレイも混ぜて一緒にやりたい。クレイは元気だな。一番お祭りの雰囲気の影響を受けてるんじゃないか。ベネット、お前家のこと話したの初めて。それは俺は小さい時から両親の顔を見たことないからな。教会の先輩冒険者たちに育てられてきた。普通の家庭とは違うんだ。俺の家のことが聞きたいのなら、そうだな、親父たちの物語で一番すごい伝説から話そうか。ベネットお兄ちゃん、クレイと一緒にママの子になろう。ママは優しいからきっと面倒を見てくれるよ。うえ、ああ、クレイちゃん、気持ちは嬉しいけど大丈夫だ。それにほら、俺には親父や仲間たちがいる。それから俺はベニー冒険団の団長だしな。
心配するな。クレー、わかった。じゃあ、これあげる。それって、ボンボンだよな。うん、ずっとぐっすり寝てる爆発しない怠けボンボン。ベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな。本当にもらっていいのか。うん、ボンボンは新しい友達ができて嬉しいと思う。俺も嬉しい。そうだな、もしかしたらクレイの影響を受けてベネットの運勢が変わるかもしれないぞ。冒険がうまいこと言って普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないか。もちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけど、でもこうも考えられるよな。ベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなる。そうすれば安心して楽しいブリュー祭を過ごせるぞ。おい、任せてくれ。俺たち二人で助け合ってみるぜ。冒険、お宝、ブリュー祭、やったー。早く出発しよう。おい、毛皮なでなで、毛皮なでなで。レゾーも元気出して。栄誉騎士のお兄ちゃん、パイモンちゃん、レザーのことお願い。ママ探し、頑張ってね。あ、うん、うまくいくように。みんな、じゃあまたな。あいつら元気そうでよかったな。あ、本題を忘れるところだった。レザー、さっき旅人と考えたんだけど、多分原油野郎の言う醸造用の材料はどれも大切にすべき品性のことだと思うんだ。もしかしたらモンドの3つの組織それぞれが象徴する精神に紐づいてるのかもしれない。そこに知り合いがいれば必要なものが見つかるはずだ。そうか。どうしたんだよ、他に心配してることでもあるのか。オイラたちに話してみろよ。ああ、俺帰ってからずっと考えてた。俺賢くない、師匠や旅人みたいにできない。それでもやり遂げたい。みんなに助けてもらうだけじゃダメ、俺も何かすべき。人間の良心よくわからない、でも知っておかないと。別の人のパパとママ知る、それから俺のパパとママのことを考える。だから俺は聞く。いいことだと思うぞ。レザーは答えを見つけるために頑張ってるんだな。ベネットが俺と同じだと思わなかった。でも親父たちの話になるとベネットの匂いが変わった。温かい太陽の光に当たった、干し草みたいに。そうだな、オイラたちもそろそろマンダ城に戻ろう。セピロス教会の知り合いを探しに行こうぜ。レザーと仲がいいのは多分。すまない君たち、今モンドに戻ると言ったか。実は城内から果物を積んだ貨物車がなかなか来ないんだ。途中で何かあったんじゃないかと心配でね。でもブリュー祭の仕事があるし、俺はここからどうしても離れられない。そこでお願いなんだが、モンドへ戻る途中で貨物車がどうなってるか確認してくれないか。まあちょうど通り道だし。ああ、俺も行く。みんな俺を助けてくれる、俺も返さないと。ありがとう、本当に助かるよ。
荷車を探す。100メートルか。アレルギーっぽいと話しにくいな。ちょっと待って。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。鼻が詰まる。匂い、あそこだ。お、貨物車が見えたぞ。って、どうしてヒルチャールもいるんだ。まさか果物の香りに引き寄せられたのか。行こう、とにかく助けないと。お、レッサーを試す。ガンザン発球。これが運命です。風を知れ。そこだ。助けてくれてありがとう。君たちが来てくれなかったら隊員も品物もとんでもない被害に遭うところだった。ああ、本当に助かったよ。ここで道草を食えるほど余裕はないからね。僕は先に失礼するよ。ハッピーブリーズブリュー。みんなブリュー祭を楽しんでくれ。アンちゃん、君にも感謝するよ。蹴られてる。敵呼ばわりされるなんて、随分と邪険に扱われたものね。ある意味私たちは兄弟なのよ。ロサリア、どうしてこんなところに。いや、ロサリアはどこに現れてもおかしくないか。質問を変えよう。兄弟って一体どういうことだ。君の剣術、ファルカから学んだものでしょ。速くて力強い。あのおっさんのスタイルと同じだわ。会話が苦手なようだから、ファルカの口数が多いところを見習った方がいいかもね。彼がいつ戻ってくるのかわからないのが残念だけど。大丈夫、俺、待つ。兄弟、ファルカ。あ、わかったぞ。二人とも父親がファルカだから血のつながらない兄弟になるんだな。血縁なんてそもそも何の意味もないでしょ。そうね、命が尽きる瞬間そばにいてくれるのは血縁関係のある人間じゃないかもしれない。冷たい、暗い大人の人。お前も本当の親の顔思い出せないのか。彼の実の両親に関する手がかりを集めるついでに家族の意味まで教えてるの。まあいいわ、当たりよ。私は実の両親に関する記憶がほとんどない。物心はつく前から会ったこともないわ。別に珍しいことじゃないでしょ。世の中には
肉親に日夜会いたいと思いながらも、それが叶わない人がたくさんいる。どうせ会えないんだから気にする必要もない。それよりも自分がどんな人になりたいのかが大切よ。違う、それは間違ってる。ルピカはお互いを守る大切な存在、人間の家族も大切、気になる。あら、そう。仮に自分の両親がいい人だと分かったら、もしくは悪事しか働かない極悪人だと知ったらどうするつもり？それは君自身の選択に影響を与えるの。そして君はどのような道を歩むつもり？あ、うん。ロサリアの言葉、少し現実的すぎないか？レザーには難しすぎるぞ。誤解しないでほしいけど、何も困らせに来たわけじゃないの。彼は戸惑っているけど、私と君の知り合いのモンド人は前向きで親切な人が多いから、直接的なことは言えないでしょ。太陽の光は多くを育む。だけど、暗闇に隠れた問題は解決できない。ロサリア。さて、お話はこれくらいにしましょう。花をあげる。私と同じ冷たい花よ。バーバラはブリュー祭の歯科イベントで忙しいから、教会の材料選びは私が代わりにってわけ。でも無評花って本当に使えるのか？酒樽ごと凍っちゃうんじゃ。これの霊気は私がすでに処理してあるわ。銀融詩人も自由にやればいいさって言ってたでしょ。問題ないから持っていきなさい。なんだ、ロサリアって案外気配り上手なんだな。あ、待てよ、銀融詩人ってあの時お前もいたのか？ありがとう。礼はいらない。ただの恩返しだから。私はファルカにいろいろと借りがあってね。半分姉として、ちょっと手を貸しただけよ。早く答えが見つかるといいわね。じゃあ、また。行っちゃった。あいつ風のように現れたり去ったりするよな。そろそろオイラも慣れてきたけど、優しさに満ちた慈愛、ちょっと違うような気もするけど、手に入れたってことでいいよな。残るは騎士団の材料のみだ。レザー、まだロサリアの言葉を考えてるのか？彼女の言葉、無評花の風みたい、冷たくて痛い。でも冷たいのは傷口にいい。ググプラムと同じ。ちゃんと考えてみる。その方がいいかもしれない。ああ、考えながらお前たちについていく。で騎士団に行くと飛んでいいんかな。このイベントのこのなんていうストーリー部分みたいなやつ、大体1時間くらいかかるんかな。1個目のやつが1時間くらいだったよな。
時間に余裕があったらでもなんかすごく贅沢な気持ちでプレイするんじゃないんだこういうのもあ、めちゃめちゃコンテンツ量あるありがとうって思いながらやるんだろうな。余裕がないというのは良くないですね。ここだからあなたが一番の適任者なのよ。お、いいところに来たな。ちょうどリサとレザーのことで話していたんだ。どこまで話したか。ああそうだ、サカダルだったな。あれ、欲しいのは守護の執念なのに、騎士団が用意した材料ってもしかしてサカダルなのか。そうだよなパイモンちゃんの言う材料はもう準備するよう手配してあるわ。ただあの子は真面目でもうしばらく研究を続けたいみたいなの。だから気長に待ってくれる？それから酒樽についてなんだけど、あなたたちいろんな材料を集めたでしょ。まさかダダウパの谷の大きな鍋でかき混ぜるつもりじゃないわよね。だから悩んだ挙句、質のいい酒樽を暁ワイナリーから譲ってもらうことにしたの。口が達者で頭のいい騎兵隊長を向かわせてね。おいおい、弟子を助けたい気持ちはよくわかるが、全員顔見知りなんだ。社交辞令はそれぐらいにしておいてくれ。だが久々に戻る上にそんなことをしろと言われてもさすがに困るんだが。どこが困るのよ。交渉はあなたの得意分野でしょ。ブリュー祭はモンドで最も重要な祭りの一つ。それにあなたはディルック様の性格をよく知っているわよね。少し含みを持たせて言うだけでうまくいくと思うわよ。例えばモンド人が久々に過ごす祭りだからいろいろと物が足りない、助けてくれる人はいないかとかあなたがそういうのを聞いたらきっと資金や物資の面で助けてくれるに違いないわ。リサさん、ディルックの旦那から騙し取るつもりだ。そうだな、いいアイデアだ。なら早速出発するとしよう。お、こっちもあっさり承諾したぞ。レザーの知らないところで働きかけてくれたリサさんに感謝しようと思ってたけど、今はどうしようか迷ってきたぞ。旅人、師匠はいろんなことをしてくれた。苦労した。でも俺、質問に答えられなかった。役に立たない。あら、狼ちゃんったら、何かショックを受けるようなことでもあったの？落ち込んでてもしょうがないわよ。なるほど、そういうことね。じゃあこうしましょう。可愛子ちゃんはガイアと一緒に行ってくれる？私は自分の役割、つまりレザーの心のケアと授業の補講をするわ。数日したらレザーを迎えに来てちょうだい。その時は最後の材料も準備できてると思うから。旅先での話し相手ができるのは俺にとっても好都合だ。何が正しいのかわからない。でも師匠の言葉信じる。それでいいと思う。行ってらっしゃい。騎士団の代わりにリリック様に挨拶をお願いね。暁ワイナリーに行く。だからこの移動してなんていう、そのムービーというかあれを見ての繰り返しだけなんやな。
この感じが多分眠くなってしまう要因なんだろうね。ストーリー系のちょっと間に適度に戦闘とか挟んでくれるとありがたいんですけどね。まだまだイベントまで進められずに残念です。あ、このイベント条件があるのか。なるほど。そういうのは、そう考えるとやっぱあれだな。まあやっぱ配信でやる限りは進めとかんといけんわな。そういえばガイアはお酒が大好きだからきっとブリュー祭も好きなんだろ。ガイア。ああすまない、少し考え事をしてた。何か言ったか。はっ、なんでもないの。別に大したことじゃないからな。リサの伝説にもクリアしないといけない。なるほどね。そっか、だいたい伝説任務どれも2時間くらいかかるから普通に行って、でそっからってなるとなんかちょっとあれだね、なんかちょっと若干ハードルが高く感じるよね。難しくはないけど時間取られるみたいな、そう、心理的な障壁があるね。流祭の時期なのに誰かと思えば、まさか君たちとは。それに君も。おっと、冷たい反応じゃないか。どうやらディルックの旦那にあまり歓迎されていないようだ。なんといってもここは俺の家でもあるからな。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣だろう。用があるなら単刀直入に言ってくれ。ようならお前も言及していたブリュー祭のことだ。待ちに待ったブリュー祭を祝うため、代理団長はわざわざ教会と冒険者協会に連絡を取り、イベントを企画した。だが問題は騎士団の財政状況だ。俺が言わなくても想像はつくだろう。騎士団の面倒事なんて僕には関係ない。おいおい、非常だな。俺ですら今のは耳を疑ったぜ。みんなの努力はどれもモンドのためじゃないか。暁ワイナリーのブリュー祭限定ワインを飲んだのはもう随分と前のことだ。モンドの住民たちもきっとそう思ってる。もしかしてお前、自分があまり酒を飲まないからって他人にも飲む機会を与えないつもりか。おい見ろよ、ガイアのやつ露骨にいろんなことをおねだりしているぞ。そういえば知ってるか、騎士団の連中はディルック先輩が温かい家族のところへ戻ってくるのを心待ちにしてるんだぜ。ディルック先輩の人望があればチャリティーショップの行列も高飛びの浜までできるだろうな。まったく、口先がうまいだけじゃ僕は動かない。そのよく回る舌を動かす体力は祭りの治安維持のために取っておくんだな。経費のことはメモしておいた。ヘルターと詳しく相談するようエルザーに言っておく。つい最近新しい酒ができたところだ。ちょうど日々苦労している労働者たちの慰労に使える。君の名前でサインするか。そんなに俺のことを困らせたいのか。暁ワイナリーから出荷されるものに現騎兵隊長の名前を書けるわけがないだろう。なんだ、よくわかってるじゃないか。ではこの件はアデリンに任せて匿名で輸送しよう。感謝するぜ。わあ、ディルックの旦那は気前がいいな。オイラ飲めないけど今の話を聞いただけでテンションが上がってきたぞ。君たち二人もブリュー祭のために来たのか。レーザーのやつも大変だな。
あっという間に大きくなって父親を探すことになるなんて。リルック、助けてやれよ。なんでか知らないけど、クレイは母親探しで、ガイアは父親探しになってるな。その方が言いやすいのかもしれないけど、聞く側は絶対に勘違いするぞ。理解したから問題はない。ワイナリーに少し古い酒樽がある。年季は入っているが特殊加工されていて、烈焔花で長時間焼いても問題ない。これならきっと君たちの要望に応えることができるだろう。おう、それでいいぞ。いつ運びに行けばいいんだ？その必要はない。僕がフェアの方に手配しよう。エンジェルズシェアの屋台のところで受け取ってくれ。やっぱりディルックの旦那とのやりとりはスムーズで楽ちんだな。ヒヒ。じゃあレザーの代わりに礼を言うぜ。礼ならいい。友人同士助け合うのは当然のことだ。ディルックの旦那は情に熱いいいやつだな。うん、そろそろ食事の時間だが食べていかないか？そういうことなら俺は邪魔しないでおくぜ。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣。ガイア様もそうおっしゃっていましたし、残って一緒にどうでしょう。アデリンにこれ以上迷惑かけたくないんだが。遠慮しすぎですよ。あなたは毎回騎兵隊長としてお帰りになるので、私もいつも騎兵隊長にお茶を入れるだけ。ガイア様のために夕食を用意する機会なんてありませんでした。さっきの威勢はどうした？舌がよく回るはずだったが。あディルック、お前アデリンをがっかりさせたくないだろ。まあいい。じゃあお言葉に甘えて、アデリン、一人分追加してもらえるか？おはー、お腹いっぱいだ。アデリンの料理は最高だな。見た目も味もいいから、目もお腹も満たされたぜ。それならよかった。何か食べたくなったらいつでも気楽に来てくれていい。そうか。じゃあ俺も旅人にあやかって来させてもらうぜ。げ、ガイアのやつまたふざけてるぞ。さてこれで用事も済んだし腹も満たせた。仕事に戻るとするか。ガイア様、お気をつけていってらっしゃい。オイラたちもそろそろ出発するか。レザーの方はリサさんに任せてるから問題ないとして、ブリュー祭はやっぱりオイラたちの助けが必要だよな。ディレクの旦那、またな。あ、ダカツキワイナリーは離れる。なげー。どうせ同作行くんだろう。多分ここじゃない？エンジェルズシェアに行けんじゃん。の屋台に。あと孫たちがイベントしようと思えば、レザーの伝説任務と風流廃墟までの、クリアが必要です。いや、結構なハードルじゃな、それは。レザーの伝説任務もなんか出てくるのに条件があったよな。風流廃墟もなかなかやで。ああ、もう今回のイベント、あの槍のあの武器、このイベントでもらえるんだったっけ。まあ、頑張る価値はあるのかな。ああ、感じましたわ。ありましたね。空気忍っこい。なあ。
槍欲しいです。うん、星4の槍貴重だよね。これは伝説にもあるか、セノのやつか。んー、じゃあまあデイリーやろうか。この流れでいったろ。デイリーを渡すよ。風の流れる方へ。これはもう倒すだけかな。難攻不落。運命よ。それ。立炎。イン。そこだ。は。遊んであげよう。下がれ。トン、くらえ。運命よ。ここにいてよ。風の赴くままに。もみちろ。散らぬ。燃えよ。よ。ほれ。天道万象。岩山八九。風の行く先を。下がれ。オッケー。カズハさんいると楽なんよな、やっぱ。敵を吸い寄せるから。あれいいよ。楽なんよ。こんなところで。キャンディスのあの赤い実のあの素材まだ集めんといけんな。
そう、止めていくんだね。めんどいなそこに上がるのがめんどいぞ。前に取ってないよ。いざ。あれ。危ない。甲斐があった。あいつらか。剣女万弱。これが運命です。風を知れ。や、行くぞ。グリーンか。あ、ちょっと待って。ここはちょっといいのか。じゃあいっか。あとそこだけかな。こっちから飛ぶか。今日は日曜日だから。槍のレベルを上げんといけんな。安山八九。風の赴くままに。短所鉄拳。運命。ボン。行くぞ。トン。はあ。急ごう。は。よっ。よっ。さあ。や。天理チョーク。水中。風を知れ。はっ。風の行く先を。よし。
あーで螺旋もまた行かんといけんのんじゃけど、今日じゃねえな。それ住民リクエスト終わらせてるよね。一応確認しとった方がいいな。今日やってなかったらもう今日中にやっとかんといけんもん。あとかあれ見ればいいのか。あ、違うわ。これの前にやったんだよね、確か。あ、でもやってるな。あれ、これ始まる前にやったような気がしてたけど。まあ、何にしてもやってるか。じゃあ大丈夫か。手元に歯があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。炭素、ああ、中ボス行くの忘れとる。あ、でもあれが濃縮じゃないわ。刹那樹脂があるわ。普通はもうこのまま行っちゃうか。タルタリアさん行こうか。イベントのとデイリーだけで結構時間取られちゃうな。
かくのチャンスだ。本気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからな。らしくないね。くらえ。よくここ。ガンザン八九天道万象。風を知る。下がれ。よっ。炎風の剣。会議だけじゃダメだよ。くらえ。よっ。よっ。あは。無駄だ。難攻不落。やだ。認めない。逆らえません。風の行く先を。あれ、あ、ちょ人が速攻で壊される気がする。せっかく手に入れたのに。はい、どうしようかな。ジャクダさんいけるかな。回復が、モナさんに金箔試作持たせてるから、回復がそれしかないよな。この岩の七天神道って勝利先生なんかなっていうことだよね。七神だから。あ、でも前髪の感じが確かに勝利先生っぽいのかな。前髪のこの流れ具合が、なんかあのフードかぶったパターンのなんか絵があるよな。勝利先生というか、あの神様の
勝利先生なんじゃろうけど。今度よく見てみます。うん。モラックス、すべてのケリをつける時だ。風をしろ。や、くらえ。風の雲の行く。これが運命です。トン。ガンザン八九千年分の雪辱を風の行く先を果たす。いや、ほれ、今こそ全ての怨嗟を払う時なり。はっ、はあ、難攻不落。うわ、なんかめっちゃ食らう気がするんだけど。モナさんのあの回復だけじゃやっぱ間に合わんか。この地が貴様らの墓場となる。はっ、天道ここにある。しかとその身に行けるがよい。風の行く先を過ちを正さない。危ない。やばい、シールドが間に合ってない。まだだった。雲の行くごと。危ないよ、危ないよ。天道万象。岩山八九。はっ。千年もの雪辱を。危な。果たす。ほら、くせ。回復が弱いとちょっと危ないな。てかそんな上まで上がれましたっけ？意外と上がれる。七天神像は意外と上がれる。なんか上がれそう、構造上上がれなさそうなに見えて、多分どこの行っても上がれるよ。湯脇さんの中断体制も割といい仕事してたんだろうな。何気にあれあってこそだったんだろうな。
意外とほら意外と上がれる。あの輪っかの中ちゃんと怪しい、輪っかの中ちゃんと上がれるようになってる。あれっ、今は撮影できません。この状態でできんのかな、できんのってこの状態で。普通に立ち上がってる状態じゃないと無理なのか。本当です。前髪がやっぱり堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。ゆうゆうとまた半目。うん。ええぞ。もう一匹終ボスいかんといけんのか。トワリンとか行ってみようかな。立つとかちょっと罰当たりな気もしなくないですね。本人ならセーフ。本人ならセーフ。神自身だからな。久々に風流俳句来たな。ちょ、また。あー、手間取った。攻撃パターン忘れとるわ。
危ない。何気まともに食らうと結構やばいんだな。まともに食らうとよろしくないですね。セーフです。像を作ったのが本人かも。神を操っとると考えるとすごいな。もともとなんか竜みたいなああいう存在だったんだもん。地脈はいかねんか。そうでしたんです。法は制約である。秘境に行かんときは。鉱石10個集めれば150だからいけるか。いけるな。集めよう。また雨か。ああ、魔王帝君様、どうかご慈悲を。壁一面の宝典がしけってしまう。という植物は湿っぽい環境を好むため、雨上がりに摘むのがおすすめだ。見かけたら適切な時に摘むといい。甘い。難攻不落。天道ここにある。まいよっ。これHuh!
には逆らえません。くらえ。立つイン発光れ。風を知れ。はっ天理チョーク。いざ。セーブ使えるのも面倒い。これ何がいるんだっけ。ああ分からんのじゃん。中盤でいいのかな。あーウフキン、なるほどなるほどなるほど、そうきましたか。何気に4突目結晶反応を起こすと防御力プラス 20%。金さんですか。おお。あ、でこの素材をこれ裏で80まで上げとるからな今レベルで、これあと1個分ですね。ありがとう。ドリーさんとかあの辺が来るとちょうどよかったんだけどな。なかなか何が出るか分かんない楽しさはあるよな。思いもよらないものが出てくる可能性が全然あるのは。金1個分がいる。
ましょう。風を知れ。そこだ。短所鉄拳。風の歌。雲の湯。よよ、そこだ。ブーン。ほれ。あ、いや。難攻不落。と。ままにトン、はくらえ、いくぞ。天道、ここにある。運命には逆らいません。水中、はっ、燃えよ。ほれ、や、トン。岩山八九、風の行く先を。急ごう。これ追尾してくんのやばいの、これマジで。出た。OK。じゃあこれでレベル90までいけるかな。魔法あったっけ。攻撃力510か。で、攻撃力パーセント 41.3 か。 OK。 あとはイベント進めて精錬が、まあ、貫突までいけるんだろう、ちゃんとやれば。まあまあいいよね。元素反応を起こした後の10秒間攻撃力プラス 15% と元素熟知プラス60で、これが精錬進んでいくとさらに上がっていくんだろうから、育てよう。なんかまたこれ音楽ないパターンだな。あれ、人活棒あれ、調度品受け取ってないか。この同点も今日日曜だから取っておいた。明日刹那受診しよう。
逆引きできればいいのにね。この木を使ってどういう調度品が作れるかみたいな。逆引きできればいいのに。多い素材から使っていきたいのに。あ、これは止めとく。同点についてのご質問。違うわ。まだ使えるんか。一旦戻って。まあ、でもキャンディスとセノの育成の素材になるかにする方がいいよな。キャンディスとセノの素材を集めんと進まんぞ。ここで今そうだけど、長っ。また音ないじゃん。音がないんですよね。どうしようかな。セノの素材欲しいんだけど、まあ、いやでもさ、今日もったいないよな。今日もったいないよな。せっかく日曜日なのに。とりあえず適当に持たせとこう。なんかあげたいやつあったっけな。
やり。ドラゴンスピア。あ、これはなんかでも幻想軸違うから、これ使えるようにしとった方がいいな。212万モラはあるから、ちょっとあれ使えるようにしよう。もう日付変わってんのか、早いな毎日は思うけど早いの。日付的にはもうあるか、月曜になったのか。もっと効率的にやっていきたいな。原神のこのちょっとダラダラなってるこの部分ももったいない。イベントが時間かかっちゃうのも、まあ、ある程度しょうがないんだけどね。あの辺もなんかうまく活用できんかな。RPG 系の宿命ではあるよね。これが運命です。運命の下がれ。くらえ。よっ。あは。そこだ。トン。あ。さあ。難攻不落。天道万象。風の赴くままに。よっ。逆らえません。風、雲、いや、トーレ。もう彼岸花がガンガン咲いとるらしいんよな。普段毎年だったらもう彼岸花撮影に行く時期なんだけど、今年はいかんせんバイクが直せてないから遠いんよ、彼岸花がめっちゃ咲くところが。行かれんだろうな今年は。これが運命です。くらえ。さあそこだ。あ、ほれ急ごう。運命、ここにいてよ。あ、燃えよ。そこだ。めちゃめちゃ戦いやすいなここは。そうなんですね、そうそう。ちょっとな。
やまあある程度覚悟はしてたというか想定はしてたんだけど、まあ、そうなるだろうなっていうなったな。一日潰せばまあ本気で言ったらいけなくはないんだろうけど割が合わんわなほんまに割が合わんわな。それ言ったところでそれだったらまだ YouTube 発展させていく方が建設的っていう感じになっちゃうんよな。剣女盤石これが運命です。おのおぐいの剣フォーレトンはっはっ難攻不落。運命ここにいでよ。風を赴くままに。よっコツモスも咲き始めます。いやいいよなぁ、そうなんよなぁ。いやそういうのもう全く行かれんのんよなぁ。ちょうどバイクがあったらね問題なく行ける範囲なんよなぁ。いろいろコスモスも笠岡の干拓地でそう咲くんよ。夏はひまわりが咲くんよ。あそこは今年全く行けてないんよなぁ。バイクいるな、やっぱいるなと思った。効率がめちゃめちゃ悪い。ほんまにバイクでパッと行けばいいだけのところを1日かかって行くか行かんかを考えないといけなくなっちゃうかな。運命に逆らいません。ガンザン八九。これが運命です。下がれ、フォーレ。行くぞ。そうですね。まあしゃあないよな。しゃあないよなっていうか、もうバイクを直すかこの YouTube に力を入れるかのどっちか二択だったんよ。それもおかしな話なんだけど二択だったんよ。だからやっぱね長い目で見たらやっぱ YouTube の収益をさ上げてバイク直してもそれでなんか新しく収益が生まれるかって言われるとそういうわけでもない。今やってるライターの仕事での撮影とかね行ったりするのは楽になるけど、あとまあローカル系の撮影行ってそれを動画とかにするもまたいいかもしれんけど、それやったら今度ゲーム実況の方をやる時間が少なくなるじゃん。で今ゲーム実況の方やった方がどちらかというと収益が上がるからそっちで稼ごうとすること自体が効率が悪いっていうことになってるじゃん。まあやっぱ長い目で見てちょっとある程度覚悟を決めて YouTube を撮ったんよな。でこれでプラスに転じていけばね、いろいろプラスに転じていけば、まあ、おのずとバイクも直せるだろう。ただそれがいつになるかなんよな。もうじゃあある程度覚悟したから自転車を買ったっていうのもあるんだけどね、まあ、バイクくらいパッと直せやって話ではあるんだけど。ほんまでもバイクくらいパッと直せやよ。まあなあ、チャンネル登録者さん増えてきてますしね、スプラツリーからの登録でしょうか。まあそうだと思う。主にはそっちだと思う。
まあ、でもバイクとバイクを直してたらこんなに絶対時間取れてないからね。なかなかの選択をしとるよな。普通バイク直すよな。バイク直す可能生活費に当てようるからな。でその代わり配信とか YouTube 設定したりアップする時間がそこに金使ったようなもんだよな。その時間に時間を買ったわけだな。魔法が足りんのんだな。まあでもまあほんと撮影行くのがもうだるいなと思うけどバイクあればなみたいな、やっぱ思うのは思うけど、やっぱり再生回数も上がっていっとるんよ。で、今日ちょうどデータ見たら、8月が1ヶ月で99人チャンネル登録者数が増えてて、で、9月なんだかんだで98人増えてた。なんだかんだで。まあもうめちゃめちゃアップしたからな、動画もな。まあ、頑張ったからといって結果が出るかどうかは別の話なのがまたこの YouTube の難しいところだけど、割と思ったよりは、思ったよりはっていうか、もっと目指してるのはもっと上なんだけど、まあ過去の同じくらいこう時間と労力使った感じよりは、時間を使ったコスパは良かったのかなとは思うね。すごいですね、月100人のペースです。まあこんだけ動いてたけどね、多分普通に生活費稼ぐ方に重点を置いてたらこんなに動けないから、半分か半分以下とかなんじゃないかな。やっぱ結局動画が回ってなんぼみたいなもんだから、動画が回って自然に登録者数増えるっていう流れだからさ、回らないと増えないもんね。これ上、この上かな。この上っぽいんよな。なんか反応してんな。え？この上ってことか。上がれるんか、こんなとこ。ちょっとこの世界に向けをちょっとやってこうかな。てか、洗礼さんいますね、あそこ。キャンディスのあの身の
場所を調べてそれを動画にしたりもしたいんだけど、8月半ばからツイッチしてたのにすごいと思います。あとそうだ、ツイッチに時間使ってたのにな。結局ツイッチはあんまり伸びんかったな、まあ、まだYouTube 伸ばしてそっちから行ってもらう流れが作れるといいなくらいの感じだな、うん、私が価値を見積もろう。これどこだ、この中じゃないの、上かな。点が早かったです。いいぞ。割とやってみて、ああ、こっちに時間使うより YouTube に使った方がいいなと思ったね。現段階ではな。多分あれダラダラやっても50人いかんだろうなと思って。多分。まあ、まあ、いつかは行くかもしれないけど、まああんだけやりゃある程度わかるわな。あ、こんな感じね、みたいな。そういう感じね、つって。これどこにいるんだ？あ、これか。これちょっと枠変えていってみようか。そうですね。